あった。うん。どこに。ああ、あったね。あれあればいいや、俺は。星野は朝日を飲むがよい。うん、別にいいよ簡単に適用さ、だって風呂入って温泉入って飲まないの。え、ノンアルビールにするの俺、お前も普通に飲めるのに。反制約破りみたいな。今は食って、うん、まあアルコールじゃないっていうところで、まあ、あと自分も運転できるよって保険をかけとくって。万が一備えて。なるほどね。まあ、いないよりいた方がいいじゃん。まあね、いや、そりゃいた方がいいよ。いないよりっていうか、いた方がいいよ、そりゃ。運転できるやつはね。まあ、そういうこと。うん。保険に一応俺もね。なるほどね。そういう感じね。映ってみる？映ってみる？映ってみる？ちょっとしゃがんで映ってみる？あ、まあまあいいよ。まあまあ入るよ。もう、いやでも結構そこでいいよ。ただこの構造上サムネにはサムネには使えるけど、トップガンには使えなそうだけどね。まあまあいいよ。ほら、まあまあいいでしょ。確かにサムネには使えるけど、トップガンには使えない。そうそうそう、あの丸に入らない。サムネだとちょうどいい感じ。あ、どうしようかな、撮っておくかな、一応。今日はピックの出番があんま少ない日だね。はいよ。ビックの出番が多い日とビックの出番が多い日があるな。まあ、やつまつることもできるのね。そうね。で、動画撮りとしてすごい手慣れた人みたいになってる俺。だって周りから見たらさ、マジシャンみたいな色んな出てくるからね、アイテムが。お、いいじゃん。どんな感じ？輪投げ、手裏剣、手裏剣ね、2、3回やったことがある。なるほどね、なるほどね。ねえ、ダーツをやろうかと思ったって。景品がな。いや、ただでやらせてくれよ。うん。あの、金、あの、景品がねえから。ああ。ただ、まあ、金があったらなんか考えてもよかったんだけども、今の時期はやばい。だって金メガの時もある。射的はあんまないけど、多分普通に見せ、うん、その時今月さえ乗り切れば俺はまあある程度一定の成果得れるけど、その時にあれじゃねえの、各分担でやればいいんじゃねえよ。帰り帰り、ちょっと待ってろ。ダーツはあんまなさそうだけどね。お前担当射的かもしんないね。ボール投げがいい。ボール投げ、ボール投げある？わかんねえ。あんまなくね、ボール投げ。こういうとこ。多分こっち来てから多分一箇所ぐらいしか見てない。ないよね。ここでも結構ある方だからさ。昔演技でボール投げやって、思いっきりぶん投げたらなんか、その台の角に当たって跳ね返ってきて、隣に投げた女の子にぶつかったから。あれだよ、星野。そん時からだよ、お前、運のなさは。呪いやぞ、呪い。あいつ一生モテなくなるやつ。冗談
マジで、はい、女の子当たりいいとか言われた。言われた。ああ、運使い切ったんだな、そこで当てることにね。持って帰れなかったの、それは女の子。ちっちゃかったからね。どんぐらいちっちゃかったの。外国人っぽい人。お前はな、いつ。俺の小学生ぐらい。じゃあ今同い年ぐらいじゃん。いや、なんか持って帰って育てればよかったのに。なんでそのシミュレーションゲームみたいなやばいな。源氏物語イリドンじゃん。ドンドン。そうね。そういう。一瞬俺がしらけたと思ってから謝ったんかと思った。あ、違う違う違う。その時。ほしに俺がしらけるとさ謝るからさ、ヘッポレベルで謝るからね。うん、そうそうそう、そういうとこあるからね。うん、なんかなんだよね。何か明確な理由があるわけではないんだよね。理由は分からん。俺が悪そうだ。悪そう確かにまとえてる、その言い方は。何か俺が悪そう、何かだし、うん、悪そうなんだよね。これ改善の中で俺が謝るんだって。うん、まあね。うまそう。うん？あ、うまそうだな。うん？ワッフル、ワッフル、ワッフル。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 現在地どこ？そこ。なるほどね。人間の地ここに下。え？あ、あ、あ。なるほど。ほら、逆方向に向かって進んでんじゃん。